スーダンでのダルフールの位置ダルフールの旗ダルフールは、スーダン西部の地域で、リビア、チャド、中央アフリカ、南スーダンと接している。行政上では、北ダルフール、南ダルフール、西ダルフールの3つの連邦州に分割されている。現在、アラブ系民兵、ジャンジャウィードとヒアラブ系アフリカ国人反乱に関わる、ダルフール紛争が継続している。 ダルフール紛争での近年の死者は約20万、難民は数百万に上る。ダルフールは総面積49万3180平方キロメートルで人口は約600万人である。中心はマーラ山地がある乾燥した高地で3000メートル級の火山がそびえる。北部は砂地の砂漠であり、南部は低木森林である。地域の主な町は エルイコールファンシル、ニアラ、ジュナイナである。ダルフールの経済は主に持続可能な農業による。主に穀物と果物とタバコを生産する。乾燥した北部では、牧畜も盛んである。ダルフールでは、原油と鉄とウランなどの鉱物が確認されており、この配分と利権が近年の紛争とそれへの国際的な対応に影響を与えている。主な民族は、 地名の由来であるナイルサハラ語族のフール人とアラブ系のバッガーラであり、他にヒアラブ系ではザガワ、マサリーとミドブがいる。バッガーラはさらにいくつかの士族に分かれミスセリアのようにアラビア語以外を話す者も,もいる。これらの民族集団の多く、特にザガワとバッガーラは相当数の人口で隣のチャドニーも存在する。アラブ系とヒアラブ系の関係は ダルフールの歴史上およそ緊張関係にあった。フール王国は奴隷貿易の中心地の一つであり、他のスーダンからアラブ世界へアフリカ系民族が引き渡された。アラブ系とヒアラブ系の住民は経済的な需要も異なった。ヒアラブ系の民族は主として定住農家で、アラブ系は遊牧民的な牧者である。このことは、 両者が伝統的に水と土地の利用に関する争いを継続してきた要因となった。伝統的な紛争は主張間の交渉で解決されてきた。それが資源の開発と利権により民族紛争が分配の不平等を覆い隠すために利用されるようになった。ダルフールは地下水資源が豊富であるため、伝統的な紛争は井戸を掘ることにより解決できるとの指摘もある。 ダルフールで使用される主な言語と文布。ダルフールはほぼ半乾燥地帯で多くの人口を支えることは難しい。例外的な地域の一つがマーラ山地周辺であり、この辺りを基盤としたものがダルフール全域へ支配を広げるという構図が見られた。ダジュ人がダルフールの主要な民族の中でマーラ山地の住民として最も早い時期に現れた。 彼らがどのぐらいの間地域を治めたかは確認されていないが、代々の王の名前が残されている他にはあまり知られていない。伝承によれば、ダジュ王朝はボルヌや話題から来た、おそらくアラブ系と見られるムスリムのツンジュルに置き換えられた。ツンジュルの最初の王はアフメドイルマクルで最後のダジュ王の女性だったとされる。アフマドは多くの主張を征服し服属させ、彼の下で 国は繁栄した。かの彦のスルタンダリは、ダルフールの歴史上で重要な人物である。彼の母方は、フール人だったと言われ、これにより支配者と王朝が接近した。ダリは地域を州に分割し、北部ダリあるいはダリ文書と題された、警法典を定めた。これは現存し、クルアン法とはいくつか異なる。彼の孫。 ソレイマンは1596年頃から1637年頃まで大いにつき偉大な戦士で熱心なムスリムだった。彼はケーラ王朝の創設者であるとみなされている。ソレイマンの孫のアフメドバクルはイスラム教を国教にした。そしてボルヌとバギルミからの移民を奨励してさらに国を繁栄させた。彼の支配はナイル川とガンアトバラ川の堤防にまで及んだ。 バクルの死後継承争いが長く続いた。バクルは死の前に多くの息子たちに交代で統治するように遺言した。彼らは一旦王位につくとそれぞれ自分の息子に王位を継がせようとして1785、6年まで続く断続的な内戦に至った。内紛により和太王国とセンナール王国の戦争にも巻き込まれ、ダルフールは衰退した。 この頃のアフメドバクルの息子である君主たちの中で最も優れた者の,の一人はモハーメド・タイラブだった。彼はスードの成功した遠征を率いた。1785、6年にはフンジと戦ったがオムズルマンより先には進めなかった。彼はここでナイル川に行く手を阻まれ、兵に川を渡らせる手段を見出せなかった。それでも彼は計画を諦めず、 オムドルマンに数ヶ月とドガリ兵が不満を募らせ、始めた。いくつかの話によれば、タイラブは不満を抱いた主張たちにそそのかされた妻に毒を盛られた。彼も息子に大いを継がせようとしたが、後を継いだのは弟のアブデルラーマンだった。アブデルラーマンはエルラシットやジュスト等とあだなされた。彼の統治時代にナポレオンがエジプト遠征をした。 1799年、アブゲル・ラーマンは、フランスの将軍がマムルークを破ったことに祝辞を寄せた。この返事でボナッパルトは次の対象で、スルタンに強くて、活発な16歳以上の2000人の黒人奴隷を送るように求めた。1791、2年、アブゲル・ラーマンは、新しい首都エルイコール・ファンシルを建設した。それ以前のとは、 ポップと呼ばれた場所にあった。しばらく彼の息子のモハメド・エル・ファダルは、勢力的な宦官モハメド・クラの影響下にあった。彼は、最終的に権力を回復し、彼の治世は1838年まで、続いた。彼は主に田舎に住んでいた、半独立のアラブ系の士族の服属に専念し、そのうちの数千を殺した。1821年に彼は、 コルドファン州を失った。同年にコルドファンは、メフメとアリに、スーダンを征服するように命令された、エジプト人に征服された。ケイラは、軍隊を派遣したが、1821年8月19日に、バラの近くで、エジプト人に撃退された。エジプト人は、ダルフール全体を征服する意図だったが、ナイル地域で彼らの支配を固めることが困難だった、ため、彼らは、 やむを得ずその計画を諦めた。アルファダルが1838年に死ぬと、彼の40人の息子から三男のモハメド・ハッサンが後を継いだ。ハッサンは信仰書を書いたが貪欲な男だった。1856年に彼は失明した。そして彼の残りの知性は、彼のザムザムたる姉妹イーリ・バッシが事実上の王国の支配者であった。 1856年ハルツームの実業家、アルズバイル・ラーマが、ダルフールの南部で作戦を開始した。彼は重武装した兵士に守らせた、攻撃拠点網を築き、すぐに支配領域を広げた。バール・エルガザルとして知られる地域は長い、アイダダルフールにとって、エジプトや北アフリカとの攻撃のための資源である奴隷や増下を、得る地域だった。バール・エルガザルの住民は、 ダルフールに効能し、それらをダルフール人がアシュートでエジプト商人と取引していた。アルズバイルはそのものの流れをハルツームとナイル地域に振り返った。ハッサンは1873年に死に、王位は一番若い息子のイブラヒムに渡った。イブラヒムは直ちにアルズバイルとの紛争に突入した。アルズバイルはその前にエジプトとの紛争を経験し、それにより、 エジプトと同盟して、ダルフールの支配を目指していた。戦争の結果王国は破壊された。1874年秋に、イブラヒムの軍は破られ、独立を守ろうとしたおじのハッサブアラも1875年に、ヘディーブの部隊に捕まり、家族と共にカイロに送られた。ダルフール人は、エジプトの支配に抵抗した。幾度かの反抗が弾圧された。 1879年イギリス人のスーダン総督、ゴードン将軍は、旧王家の福井をほのめかしたが、実現されず、1881年に、ルドルフ・カール・フォン・スラティンが、州総督とされた。スラティンは、マディッポというリザイカーとの主張によって導かれた、自称マフディ、ー・ムハンマド・アフマドの軍に対して、州を防衛したが、1883年12月に、降伏し、 ダルフールは、マフディの統治に組み込まれた。ダルフール人は、その支配に、エジプト人のものと同様にうんざりし、工場的な戦争状態の後ダルフールから、マフディの軍は緩やかに撤退した。1898年英領エジプトの軍は、オムドルマンで、マフディの後継者を打倒し、新スーダン政府は1899年、モハメット・イル・ファダルの孫アリディナールを見つけ、 ダルフールのスルタンとして最高年500英国ポンドの宝給を支払った。アリディナールはマフリー政権時代はオムドゥルマンでずっと囚われていた。アリディナールの下でダルフールは平和な時期と事実上の独立回復を享受した。第一次世界大戦中、アリディナールはオスマン帝国と同盟しイギリスに宣戦線した。このためアリディナールは殺されダルフールは 英両スーダンに組み込まれた。そして1956年にスーダン共和国が独立した時にもその地方のままだった。独立後、サディクアルマフディ率いるウンマ党が優勢となった。1973年7月1日ダルフールは北、南、西に3分され、ファシール、ニアラ、ジュナイナがそれぞれシュートとされた。2003年の初頭ダルフールの2つの 反政府組織正義と平等運動とスーダン解放運動がスーダン政権のアラブ系による非アラブ系への抑圧と資源分配や行政上のダルフールの無視を非難して反乱を起こした。それに対しスーダン政府は空爆などでアラブ系民兵ジャンジャウィードの非アラブ系への襲撃を支援した。ジャンジャウィードは非アラブ系への大量虐殺、略奪、 組織的強姦などの重大な人権侵害で訴えられている。彼らは多くの村を丸ごと焼き払い、チャドや国内の難民キャンプへ逃れる住民を追い立てて襲うなどしている。国内難民キャンプの多くはジャンジャウィードに取り囲まれている。2004年の夏時点で5万人から8万人が殺され、120万人以上が家を追われた。ヒューマンライズウォッチによれば、 政府とジャンジャウィードの同盟は数千のフール人、マサリーとザガワを殺し、強姦し、市民の生活基盤を破壊している。ありがとうございます。